と元気いっぱい登場してくれましたスヌーピーです。おはようございます。いや本当に今日も元気いっぱいのスヌーピー、今日はどうぞよろしくお願いします。もうお一人ご紹介させていただきたいと思います。おはようございます。スヌーピーとハイタッチしてくれてきます。かわいい、あーかわいい二人が揃っていると一気に館内が癒しのオーラでいっぱいです。かわいいですね。はい、よろしくお願いいたします。こんにちは、福原遥です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。改めて福原遥さんです。よろしくお願いいたしま す。ちっちゃい頃から本当にスヌーピーが好きで、リアクションがかわいいですね赤ちゃんの時に、はい、スヌーピーのなんか着ぐるみみたいなのをもういつも着て、写真がそれしかないってぐらいもういつもそれを着て、両脇にスヌーピー、大きいスヌーピーぬいぐるみを抱えながら写真撮ったりしていて、学生の時もグッズをいっぱい集めて、はい、学校で使ってたりとか本当にしてたので、まずすごく今回これこのね、この場に一緒に立てて嬉しいなって思いますし、はい、本当に館内が大きくて、うんうんうん、めっちゃかわいい、ありがとう。そう、なんかすごい、なんですかね、テラスもあったりとか、ありましたね、はい、スヌーピーの歴史を感じれる場所だったり、はい、うん、なんかキャラクター一人一人の紹介だったり、なんか今回そのはしゃぎたくなるようなっていうのがテーマっていうのをお聞きして、本当にプロジェクターでスヌーピーが実際に動いてる映像だったり、なんかジャンプしたりとかね、すごい本当にはしゃぎたくなるような、はい、場所がいっぱいありましたえ、これってかぶっていいんですか？はい、あ、すいません、そうでした、大変ごめんなさい、大変伝えなきゃいけないことがありまして、皆さんトーク中はフラッシュ撮影をご遠慮くださいということをお伝えする忘れちゃいました、ごめんなさいめちゃくちゃ似合ってます。めちゃめちゃ可愛いですね。ちょっとスヌーピーになれたような気分に。あとこれと、うんうん、チョーカーみたいな、はい、首につけるやつも一緒についてて、そう、それも可愛くて、そのセットがすごい可愛いなって思って、でこれ被ってミュージアム見たらさらに気持ちも盛り上がりそうですし ね、 ね、みんな被ってほしいですね。ぜひですね、そしたらなんか本当スヌーピーさんも喜びそうですもんね。うん、はい、喜んでるありがとうございます。本当にスヌーピーは長年たくさんの方に愛されてるんだなっていうのをすごく感じますし、ここに来てよりスヌーピーのことを知れたりとか、歴史だったりとかで、今回リニューアルしてまたグッズがね、新たにたくさん増えたり、いろんな展示がまた新しいものがいっぱい見られる場所なので、皆さんぜひこちらに来て、素敵な思い出をね、スヌーピーと一緒に作っていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、大丈夫となります。スヌーピーと一緒に大丈夫となります。ありがとうございました。また後ほどよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。手をつないで仲良く、はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。あります、スタッフの目あれに沿って目線を誘導してください。まあ、ゆっくり右の方にゆっくり目線を移動していってください。スタッフの手を挙げているスタッフのに沿ってゆっくり右の方に目線をお願いいたします。ありがとうございます。